レトロクソゲー。調査隊。ストリートファイター2。こちらは1991年に稼働した大人気格闘ゲーム。様々な機種に移植され、世界中で大ヒットするわけなんだが、2ということは当然続編ということである。しかしこの2よりも先に、ストリートファイターの続編が発売されていたことを、あなたは知っているだろうか。今回はストリートファイター史上の闇に葬り去られた、意味を見ていくとしよう。今回ご紹介するのはこちら。ティアテックスデザインスタジオス制作の、ヒューマンキリングマシーン。ヒューマンキリングマシーン、ストリートファイターじゃないじゃないか。そう思われたかもしれないけど、タイトルが違うのには理由がある。なぜなら続編というのは、ただの自称だからだぜ。前回この会社のストリートファイター移植作品を紹介したんだけど、こちらはその続編として、雑誌などで宣伝されていたよ。じゃあカプコンが関与していたのかというと、答えはノーだぜ。前回はパッケージにカプコンの名前があったけど、今回はどこにも表示されていない。同じ開発会社が作った、似たような格闘ゲームということで、消費者が誤解して買ってくれるように、続編として宣伝していたようなんだが、名前をしっかり変えることで訴訟対策もバッチリ。まあこれが自称続編と評した理由なんだけど、果たして内容はどうなっているのか。早速遊んでいくとしよう。今回はアミガ版を遊んでいくんだが、前回と同じ理由でイメでのプレイになるぜ。さてこの左側の男、こちらが本作の主人公であり、唯一のプレイアブルキャラである。韓国人のクオンだよ。リュウはどこへ行ったんですかね。こいつが最強の座を目指すべく、世界中の格闘家と戦っていくよ。ゲームを始めるとまず対戦相手が紹介されるんだが、まずはこの文章で度肝を抜かれる。なんとこのゲームでは対戦相手によって、勝利するべきラウンド数が変化するよ。例えばこいつに勝つには3ラウンド必要だが、こいつには5ラウンド必要になっているぜ。無駄に何度も戦わされる時点で、嫌な予感しかしないんだけど、このゲームは前回から大幅に劣化しているよ。この青ひげの生えた、野原ひろしのようなキャラを操っていくんだが、基本的なシステムはほぼ前回と同じ。というか同じエンジンを使い回して、作成されたのがこのゲームと思われるよ。攻撃ボタンは一つしかないため、パンチとキックの使い分けは、方向キーとの組み合わせになっている。ガードは存在せず、必殺技ももちろん存在しない。前作よりはマシだが、それでもひどいカクカクの挙動。これだけですでに前作と同じくらいヤバいんだけど、さらなる問題点が追加されているよ。それが時間経過による体力の回復だぜ。ご覧のようにせっかく与えたダメージが、結構な速さで回復している。これはこのゲームに深刻な問題をもたらしているぜ。プレイヤーの攻撃力は低く、ビビたるダメージしか与えられないのに、敵はあっという間に回復していく。そのため常に攻撃を当て続けないと倒せないんだが、無駄に多いラウンドと相まって、連打するのが本当に辛いぜ。敵は相変わらず強化力で、油断すると一瞬でやられてしまう。そのためこちらの攻撃だけが当たる、ギリギリの間合いを測って、攻撃しないといけないんだが、このあたりは前作よりもシビア。間合いを詰めている間に回復するので、焦ってしまうんだけど、雑に近づくとこのざまだよ。実は何も操作していない状態だと、こちらの体力も回復していくんだが、敵は動き回っていてもお構いなしに回復する。あまりに不公平じゃないですかね。まあ軽く説明も済んだので、ここからはゲームの攻略に移ろう。お次の対戦相手はなんと犬。シェプスキーというのは、シェパードとハスキーの交雑種。先ほどの銃を持っているのに、
撃つことができず鈍器として使っていた、アホのイボールの飼い犬だそうだ。しかし残念なことに、ペットは飼い主にニルトの言葉通り、こいつもアホの子となっている。このゲームの攻略法は前回と同じく、ひたすらしゃがみ攻撃を繰り返すというもの。しかし前作と異なり体力が回復するので、ひたすら待ち続けるということができなくなった。なのでこちらから攻めていかないといけないんだけど、しゃがみ攻撃を繰り返していると、当たり判定が衝突して、徐々に後ろにずれていって攻撃が当たらなくなる。その度に距離を詰めないといけないんだが、この時が一番危険。下のハイスコアで距離を測って、ミリ単位で距離を調整する必要があるよ。お次は一気にオランダへ飛んで、マリアと戦うことになる。良い子のみんなは知らなくてもいいんだけど、アムステルダムにはレッドライト地区という、風俗街があるよ。こいつはそこの風俗場だぜ。ホアー。今のはホアーという叫び声と、ホアー、売春婦を掛け合わせた激うまギャグなんだが、なかなか斬新な設定だな。お次のヘルガも同じく売春婦なんだけど、どう見ても女装した男性にしか見えない。ファイナルファイトのポイズンとか、売春婦っぽい雰囲気があるが、それに先駆けたキャラだな。そしてこいつに関してはそのガタイのせいか、やたらと当たり判定が大きくなっている。明らかに攻撃が当たっていないのにやられたな。こいつはしゃがみパンチを繰り返すんだけど、その先端にも当たり判定があるため、拳にパンチを当てるように位置調整すれば、一方的にダメージを与えることができるよ。お次はマタドールのミゲル。闘牛士ということで、当然彼のステージはスペインであるはずなんだが、どういうわけかレッドライト地区のまんま。風俗に来たおっさんかな？しかしこの風俗狂いのおっさんを侮ることはできない。なぜなら超高速の攻撃で、即死させられるからね。こいつに勝つためにはポジション取りが重要になる。実はこのゲームは背景がスクロールせず、敵キャラはこれ以上下がれない。この点でも前回から劣化しているんだが、ここで攻撃を当て続けると、何もできずにやられていくぜ。お次は牛のブルータス。牧場から牛が逃げているんですが。こいつは当然闘牛なんだけど、どういうわけかレッドライトを徘徊している。しゃがみパンチしていれば、犬より簡単に倒せるんだが、こいつは本当に牛だったのか？闘牛士と闘牛。明らかにいるべきでない場所にいるんだけど、実はパッケージのスクショでは、きちんと闘牛場が映し出されている。これがどういうことかというと、バグで本当の背景が表示されていないってのが答えだぜ。低品質すぎてどこからがバグかわかりにくいけど、このゲームにも多くのバグが含まれているよ。そしてゲームも後半戦へ突入。舞台はドイツに移って、このハンスと戦っていくよ。伝統衣装であるレーダー宝剣を身にまとった、ただの酔っ払いであるハンス。グラフィックが汚すぎて、彼の体から何が出ているのかわからないんだけど、もしかしてビールかな？ビアハウスの前で戦うなんて、まさに酔っ払いの喧嘩のようだが、そういった喧嘩は行き過ぎてしまい、悲劇につながるぜ。まさにヒューマンキリングマシーンですね。酒場の喧嘩から殺人事件に発展してしまったが、次の相手はそれよりもっと悲劇的な存在。こちらはビアハウスのウェイターであるフランツ。本ゲームで最悪の敵となっているぜ。こいつの攻撃はビール瓶と即死級のチョップ。どこにいようがビール瓶を投げてきて、それをかわそうとしたらチョップでやられる。敵はものすごい速さで回復していくため、常に攻撃を当て続けないと倒せない。そのためには近づいて、しゃがみ攻撃を出し続けないといけないんだが、B
ビール瓶があるため一方的に攻撃を当てることができず、威力の違いからどうあがいても打ち勝てない。もし体力回復がなければ、かわしながら戦うこともできたかもしれないけど、攻め続けないといけないので、こいつに勝つのは人間にも饅頭にも不可能と言われているよ。市販のゲームでクリア不可能だなんて、信じられないかもしれないが。いや、このチャンネルの視聴者なら大丈夫だな。本来ならここで諦めるしかないんだけど、今回はチートを使ってラスボスまで進んでみようと思うよ。これ以降はダメージ無効、敵の体力回復なしの状態でのプレイになるぜ。こうでもしないと勝てないってのは、ゲームとして破綻しているね。お次のステージはレバノン共和国。そしてこいつはテロリストのサガン。この頃レバノンは内戦の末期で、首都のベイルートは瓦礫の山と化していたようだ。具体的な組織の名前は挙がっていないけど、まあヒズボラだろうね。なんで韓国人のクオンとテロリストが戦っているのか、全く理解できないんだが、キャラの設定が冒険しすぎだな。グラフィックも怪しく、謎の線がところどころ入るんだけど、お次はこのゲームのラスボスが待ち構えている。ラスボスはこちらのメルケバ。って、ミゲルじゃねえか。マタドールとして登場したミゲルが、宙に浮かんだり地面に潜り込んだり、怪しげな挙動を携えて再登場。実はあの時のキャラが、黒幕でしたってな展開かな？それともエミュレーターのバグかな？なんて甘っちょろいことを考えたんだけど、事実はもっとひどいものだったよ。実はこれはバグで。本来は別にラスボスがいるぜ。つまりこのゲームはラスボスまで到達できない上、ラスボスのデータまで壊れているってことだね。品質管理という言葉はどこに行ったんだ？テストプレイしたのかさえ疑わしいんだけど。この右側のが本来のメルケバ。もう未完成商品というしかないんだが、実は有志の方が多くのバグを修正してくれているぜ。グラフィックの修正なので、ゲーム性はそのまんまなんだけどね。このバージョンではご覧のように、ミゲルがきちんと闘牛場で戦うようになっている。毛穴という毛穴からビールを吹き出していたハンスは、若干酔いが覚めてまともなアルチューに大変身。サガンにも変な線が入らなくなって、テロ活動に専念できるようになった。そしてなんといってもメルケバが、正常に表示されて戦えるようになっている。まあこいつと戦って面白いかと言ったら、ひたすらしゃがみ攻撃をするだけなので、面白くはないんだけどな。ラスボスだというのにあまりに弱いので、ちょっと攻撃の手を休めてみたんだけど、これは AI の問題ですね。まあ戦いを引き延ばしてもしょうがないので、さっさと決着をつけることにしようか。ということで長聞く用もこれにて終了。もしかしてまた最初からループするのかと思ったが、どうやら違うようだ。まあエンディングはないんだけど、ハイスコア登録して終了となるよ。本来なら絶対できない登録を済ませて、早漏に移るとしようか。それでは早漏やっていくよ。ティアテックスのアーケード移植はひどいが、オリジナル作品はさらにひどい。このような噂を聞きつけて、いろいろな機材を集めてプレイしたわけなんだけど、その評判に偽りなしだったね。ゲームとしての完成度は言うまでもなく、酷辱と言えるキャラ設定、おまけに山盛りのバグが、このゲームを唯一無二の仕組みに押し下げている。これまで最悪の格ゲーは、デンジャラスストリートと思っていたんだけど、我々の常識がまた一つ覆されたね。来年にはストリートファイター6の発売を控え、シリーズの予習を始めている人もいるだろう。このゲームもプレイしておけば、どんなストリートファイターでも楽しめると思うので、ぜひともプレイしてみてね。それでは今回はここまで。